はい、初心者無料講座です。今日はですね、スプレッド第2弾なんですけども、手の上で広げるスプレッド、これをですねちょっと練習していきたいと思います。カードを選ばせるときにこう広げて1枚選んでくださいって出します。これも綺麗に広げると、いいと思います。ポイントはですね、右手で、左手でカードを持ち、後ろの小指がちょっと重要になってきます。ずれないように小指で補助を入れてます。横に広げていきますが、親指で送り出しながら下の手で取っていきます。さあ、それでは1枚選んでください。ちょっとジョークでこんなやり方もすると結構笑いが取れて面白いと思います。何度も何度も広げて練習してください。はい、以上です。